눈치는 없는 것 같아. 자리 잘못하는 것 같다 우리. 짠! 買ってきましたユニクロの T シャツ。ちょっとコンベガルソン약간짝퉁느낌도나지만근데이거하트가귀여워서사왔어요방금전에집에오자마자고데기를안끄고간걸모르고손으로그대로짚어버려가지고やけどしました。手のひらに。こいつで今日は会社 の, あのお兄ちゃんと会社の先輩と後輩、先輩後輩っていうか全部友達なんですけど、と阪急で1時に仕事終わらしてお台場に行ってきたんですよ。でお台場でいろいろ美味しいものいっぱい食べて、めっちゃ天気が良かったからいろいろなんか写真撮ったりとかして、で全部今日を見たら合わせて 9km 歩いて14,314歩歩いて、結構カロリー消費しました。これ何キロカロリーぐらいになるのかな。709kcalだとちょっと甘いの食べてもいいのかな。めっちゃしんどくて
気は良かったけど風が強くて、いろいろちょっと今日カロリー消費したから、ちょっとなるべくカロリー少ないダイエット用デザートを買ってきたんですけど、でこちらが豆腐で作ったアイスで、全部で80キロカロリーで糖質も 50% オフで、こちらが一応か、507キロカロリー一粒あたり標準23キロ、いえ間違えた、これはちょっと間違えた、これは507キロカロリーなんで1日1個食べます。カロリーは低いとはいえ、甘いものは全部体には良くないんですけど、でもこれは一応ダイエットしてる方にはまあまあおすすめのアイスです。めっちゃいい、あ、匂いに言わないかじゃあいただきます。今買ってきたのはバニラ味なんですけど、チョコバニラもあって抹茶味もあって、味はいろいろあるんで、でも全部80キロカロリーなんで、そこまで普通のアイス食べるよりは体にはいいのかなと思います。皆さんぜひ春のお台場と、そこら辺はめちゃくちゃ綺麗だし、平日に行くと人も全然少なくて、あの外国人ぐらいしかいなくて、臨海で行ったんですけど、臨海も結構まあまあ空いてて、 JR は地獄だったんですけど、うん、まあ人も少ないしめちゃくちゃ綺麗だし、おすすめです、ぜひ。そうですね、行かすねよ。또 그러면 딱 한 개만 23kcal 아몬드 초콜릿 크런키 나 크리스피 아 이거구나 안에 이렇게 생긴 거 요렇게 생겼어でした。1日1個だけだとあんまりカロリー。그러면저는오랜만에라이브인스타라이브를하고씻고영상편집좀하다가자겠습니다아직자긴이르긴한데아무튼